伊東市で一足早く春を伝える花が開花し、観光客を楽しませています。伊東市にあるニューヨークランプミュージアム&フラワーガーデンでは、春を感じさせる寒桜が間もなく見ごろを迎えます。今年は台風の塩害や暖冬の影響で、花の数自体は例年より少し減る見込みですが、およそ100本が早春の城ヶ崎をピンクの花で彩っています。寒桜には鳥たちが集う姿も見ることができ、今月末には見ごろを迎えるということです。こんなに咲いてるとは思わなかった。綺麗ですね。この時期は寒桜と菜の花のコラボレーションも見ることができ、一段と春を感じることができます。